いつも思っていた。あの瞬間はいつ来るのか。彼はいつもそう思っていた。手足。しかしまだこの話は早い。まずはこの説明から始めなくては。この宇宙の片隅に地球がある。そしてこの地球の片隅に日本がある。そしてさらにこの日本の片隅に東三河がある。そしてさらにその片隅に、これから始まる壮大な物語の主人公、鴨川義郎の家がある。じゃあいただきます。素敵だに、ベイビー、本当に綺麗だに。いや、体が熱くなる。そうか、これが我らがヒーロー鴨川義郎くんだ。キュウリ硬いだに。確かに見た目はパッとしないが、彼はこの夜を境にヒーローとなるのだ。今からオナニーするぞ。手を振って走ってきて、手をつないで、そして走ってたどり着いたら手を重ねて、そして銃をするんだ。相棒はこの右手とこのティッシュ。準備は万端か、相棒。今日は誰にしようかや。あの人。あさみさん。本屋さんの店長、恵子さん。あ、いやらしい、脇が。待てよ、同じ通学路なら。そうだ、スマートボールのばあさん。あ、いや、じゃなくてお孫さんのさやさん。さらに吉郎くん。はい。先生の言うこと聞きなさい。はい、わかりました。聞いてる？あ、聞きます。吉郎くん。はい。あ、先生もいいや。なんだやれ、どえらいじゃん、あの体。もう授業に集中的に。はい、やらしいに。もうダメだに。こんなんもうダメだに。あとは、あ、そうだ、地元新聞の記者さん、太鼓さん。あの笑顔、あのおっぱい、あー、たまらんに。あ、そうだ、よく太鼓さんと一緒におるかわいいお姉さん。きっと職場でもいやらしいに。どえろいに。ダメだって、ダメだって。やっぱり運命の人と結ばれたいだに。誰だやれ、どこにおるだ。運命の彼女にいつ出会えるのか、それだけが彼の悩みの 100% を占領している。今のところ迷っている。そして浅見沙絵という同級生を思う。果たして彼女なのか。運命の彼女とはすでに出会っている。17年前、鴨川義郎がこの世に生まれるその3ヶ月前だ。3番の方、窓口へどうぞ。3番の方、どうぞ。のはもうすぐ私たち生まれるのよ。楽しみね。
楽しみ？楽しみじゃないの？憂鬱だよ。人間の一生なんてゆっくりまみれて挫折の繰り返し。きっといいことなんて何一つないさ。そんなことない。生きることは希望なのよ。世界は美しいもので満ち溢れているわ。なぜ僕は君の声が聞こえるんだろう。心の声で話しているから。心の声？君と私は心でつながっているの。不思議だね。いつか君に会えるかな。心の声で私を探し出して。どうやったら君だってわかる？ラーラーラー。その歌は私たちの合図。あなたに出会ったら私は手を振りながら駆け寄ってこの歌を歌うわ。ラーラーラー。覚えておくよ。きっと振り向いてね、今日みたいに。わかった。きっと君を見つけるよ。19番の方、窓口へどうぞ。私たちは運命で結ばれている。運命？そうだ、君は僕の運命の人だ。今でも鴨川義郎は鮮明にその日のことを覚えている。誓い合ったフレーズ、ラーラーラーとともに、帰りの路面電車の中、母のお腹の中で満ち足りていたことを。僕の運命の人は、僕の運命の人はどこにおるだ。彼はいつも未来の運命の人の断片が見える。全ては断片に過ぎないが、約束の地で運命の人が向こうで手を振っているのが見える。運命の人が走ってくるのが見える。二人で手をつなぎ走っているのが見える。二人の走る足が見える。そしてどっかにたどり着き、手を重ねキスをする二人の足が見える。まさに彼が運命の人を思い絶頂に達しようとしていたその時刻、宇宙では驚くべきことが起きていた。宇宙からの光がまっすぐ降り注いだんだ。これが全ての始まりだった。我らがヒーロー鴨川義郎もまだ何も知る由もない。吉郎のクラスメイト平野美雪、この女子もまた何も知らないが、とあるいやらしい行為のためにすでに力を得ている。そしてまたもう一人。そして我らが吉郎君も異変に気づく。今夜はこの秒速100回転の下ベロで
お母さんを責めてあげるでね。今夜は責めて、お願いじゃん。夜まで待てよ。何喋ってるだ。え、何も言ってないよ。今言っとったじゃん。何はともあれ、このストーリーはもう止まらない。僕の運命の人は君じゃないと誰かが言うんだ。僕は軽いさえもなれないまま君をずっと探していたんだ。ずっと真っ黒な知らん。やりたいや、チンポ出したいや、たまっとるわ、ギュッとしとるわ、やりたいや、ゼロ。人の心の声が聞こえるのかもしれん。ほら、短すぎる。中島まどか、一票。ほら、短いぞ。村田和美、一票。ほら、二人とも短い。私よりセクシーな格好は許さんでね。来た、やっぱりそうだ。セクサーの乱れは心の乱れ。ほら、スカートが短い。僕は強調しすぎ。どの子も私のエロさにかなわんに。僕は人の心の声が聞こえる。よしらあ、死にやす。今日、学校終わったらうちにおいで。助教指紋のエロ DVD ゲットしたでね。どエロいや。下着だけだったらもっとエロいだに。やすくん、セクシーすぎる。何考えとるだ。あの子、あの子だに。めっちゃ可愛いじゃん。ヤスの言う通りだに。浅見沙耶さん、きっと僕の運命の人。あ、またヤスとヤシロが見とるに。どいや、どいや、なんだ。浅見沙耶相変わらず可愛いな。浅見沙耶。ヤシロくん、また勃起。ヤシロも絶対抜くはずだに。浅見沙耶で絶対抜くはずだに。抜かんよ。浅見さんにこの勃起は見せれんに。やっと。おい、ヤシロ。ミキちゃん、何だらっとしとるだん。男ならちゃんと知りえん。ちゃんと お前勃起。あ、勃起だに。違うて。鴨川くん、勃起。あさみさん、最高。うん、はい。あさみさん、これは違うんです。僕は勃起なんか。最低だな、吉郎。見境なしだな。違うって、これは事故みたいなもんだで。何が事故だ、盛りのついたエロメガネ。変なこと言わんでよ。あれ、みゆきちゃんが僕の心の声と会話しとった。まさかみゆきちゃんも人の心の声が。先輩かっこいい、付き合いたいや。ありがとう。え、1905年第一次諸出し事件が起こりました。1904年成立、ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世がアハンエロいタンジールに上陸しました。モロッコの領土保全、マンコを解放主張した。今日から新しいみんなの仲間、浅見沙耶さん、どうぞ。1ヶ月前、彼女が転校してきた時、我らがヒーロー鴨川義郎は、どかわいいじゃん。変態ヤシロくん。心のアンテナが最大限に反応した。もしかして運命の人。そのせいで
彼は長年待ち続けた人がそこに現れたのだと信じるようになった。僕は人の心を覗くことができる。今浅見さんが何を思ってるかだって知ることができる。鴨川くん、絶対私でオナニーしてるよな。また勃起してるのかよ、シロくん。みんなも黙り。浅見さん、僕はそんな男じゃないでね。あー、セックスしたいな。ほら、ミシロ、これテルさんからもらったじゃんね。ダメに、こんなもんいらんね。ちょ、ダンスルだ、汚れちゃうじゃん。ダメに。秋山君聞いてるか。はい。秋山君、やはり我々の研究は間違ってなかった。この町に超能力者が多数出現し始めている。この3日間で体調に違和感を感じ病院を訪れた市民の中で、医者が原因をつかめなかった患者の資料を譲り受けた。この中の何人かが超能力者として目覚めている可能性がある。この特殊能力を研究し続けて十数年、東京の大学では散々バカにされ冷たい視線を浴びてきた。しかしやっとこの田舎で成果を発揮できるんだ。しかしのんびりした平和の町ですね。この町から全ては始まるんだ。私は東三河新聞の記者太鼓。隣を歩くのはこの町の正義の味方、刑事さんの三井美津子ちゃん。私はこの町が大好き。豊川は東三河の美しい水源、ゆるくないゆるキャラ、豊っきーは市民のアイドル。豊橋は綺麗な町だに。江戸時代に吉田藩の中心となった吉田城、豊橋市公会堂は国の指定文化財。はあ、豊橋最高だに。ノンホイパークはとっても楽しいテーマパーク。ねえ、みんな聞いてる？私この街が大好き大好き大好き。豊橋って本当にいい街なの。ここは牛川の渡し船で、この人新人の神谷です。牛川の渡し船は市民や通学の学生たちの便利な足として今も役立っています。うん、今日も平和だに。豊橋は無事だに、刑事さん。そうだな。しかし豊橋はすでにデンジャラスゾーンになりつつあったのだ。予知能力、テレパシー、テレキネス、瞬間移動、都市、超能力でもいろいろあんだな。エスパーたる者はみだらにいやらしいことを考えず、真面目に世界の平和のためにヒーローとして役立たねば。エスパーたる者は世界のヒーローにならなければ。エスパーたる者は悪に立ち向かい、エスパーたる者は世界を救う。エスパーたる者は世界を救う。エスパーたる者は悪に立ち向かい、世界を救わねばならない。俺がヒーローか。よってこれらを禁止する。やっぱりヒーローたるものオナニーしてる場合じゃないや。吉郎くんの好きなタイプの女の子ってどんな感じかや。テレパシーだ。あの、この本ください。今日はいい天気ね。本だけでいいのか、中でお茶飲んでくか。この人の下着姿を考えちゃう。あ、いや、うん、いや、いいです。あれはこら、お万引きしたらいかんに。よしら、寄ってきんよ。ね、え、なんだこれ。フリーするなに。え、なんだその方。エスパーたる者は悪に立ち向かう。エスパーたる者は世界を救う。エスパーたる者は世界のヒーローにならなきゃ。返し。よっちゃん。うー、気になる。早く続きを読みたいや。はっ。なっちゃ終わりだに。
今日からヒーローだ。あ、おおおてるさん、超能力ってわかるかん。今朝スーパー一号屋でお母さん見たじゃんね。相変わらずと綺麗だったや。なんで？まさかね、同じ雑誌ってだけだら。これも俺の学生時代からのネタじゃんね。さあ続きを読むぞ。よっちゃん、テンガって知っとるか。テンガほんまこれドイン、これあったらもう女いらんでね。ほんでこれが女用のテンガ、いろはだ。ミクちゃんにあげり。うん、えほら。ほんでもって男は普通これをこう使うだけだな。ところが今朝からどすげえことができるようになったじゃんね。どすげえこと？こんなことができるようになったじゃんね。わかるら？手を使わんでもオナニーができるだに。テレキネス。やっぱりテレさん、あのエロ本万引きしただろ。いや、それはヨッちゃんがおったもんで、ちょっとやってみたくなったじゃんね。ほいじゃあ実践するに。アップダウン、アップダウン。リツコさん、ダメです。結婚しとるでしょうが。リツコって子供が目の前におるでしょうか。うちの母さんじゃ。天下とかエロ本とかエロいもんだったら動かせるんだけど、エロくないと動かせんじゃんね。これからもうオナニー三昧だわ。はい、てんが。僕はいらんて。トルダン、このオナニストが。ほら、なんだんやれ、オナニストって。オナニスト？エスパーはヒーローだね。なんだんやれ、オナニスト。なんだんやれ、なんだんやれ。僕は世界を救うんだ。こうしてエスパーであることを自覚した我らが鴨川芳郎の苦難と苦闘の日々が始まるのであった。使っちゃおうかや。やっちゃん、これ使い、最高だね。これ最高、最高。あさみさんで使っちゃおうかや。ダメ、今日から僕はエスパーだね。ちゃんとせんと。人の心の声が聞こえとった。あれは何かや。街中の男が私にいやらしい言葉をかけてきた。やりたいや。このやりまんが心の底からやりたい。やりまんだ。たまらんや。このやりまん、せやりまんだら。やりまんしたいに。やりまんだよ。今日も人の心の声が聞こえてくる。これは何？もしかして超能力ってやつ？よしろ。お。あさみさん、僕が世界を救うだね。あさみさん、裸を見せたいや。あのあさみさえという女の子に、あの子の目の前で裸になってやるでね。早く着替えよ。ほら時間間に合わない。早く今から行くに、裸を見せるに。
麻美さえは今更衣室におるでね。やりたいや、どエロいこと。俺はきっと何かの病気だ。早く彼氏としてみたい。彼氏が欲しい。殺してやる。カンニングしてやる。したい。しばらくすれば元に戻るかも。もう少し様子を。私でとかもやりたいや。オナニーしたいや。痩せたいや。ペニース。あら、ハサミさえじゃない。かっこいい人。そう、もう一度ダイブ。これ今人おったよね。おらんじゃん、気のせいだろ。おったよ、さえ見たから。うん、かっこよかった。え、ミュシャ面白い。全裸の男が現れたぞ。あ、アサミさん大丈夫か。変態。あ、あなたはみんなエスパーだよ。なんで浅見さえの前にダイブできなかった。だよりによってヤンキー女に俺のファーストチンコを見せ去ったじゃんか。だけどこれたまらんや。おテレポーテーションね。みんなエスパーだよ。いらっしゃいませ。あの男は君が突然下着を見せたらどうなる？ひっくり返って水をこぼす。やってみます。エロ本。テレキネシス。みんなエスパーだよ。みんなエスパーだよ。願いましては39円なり、39円なり、120円なり、120円なり、130円なり、130円なり。そこはソロバンやってるから気にしないように。ところで彼は投資能力のある矢部君だ。みんな仲良くするよ。いやらしい下着をつけとる。おい、見るな。私は東京の大学で超能力の研究を続けてきた浅見隆弘だ。彼女は助手の秋山君。彼女も君たちと同じエスパーだ。この姉ちゃんもか。秋山君には予知能力がある。はじめまして。秋山君は相手にコンプレックスである胸を見られるとその相手の未来が見えるんだ。はあ、ほいだもんで、あん時胸を見せたのか。なあ、なんで私らが急に超能力に目覚めた。だいくつかの条件があり、君らはそれを全てクリアしたんだ。19世紀アメリカミネソタ州ダルースに君たちと同じく超能力に目覚めた者たちが多数現れた。それは数百年に一度ある天体の配列から起こる宇宙からの光の反射が数分間ダルースに差したことが原因だった。そして200年後の現在、またあの天体系からなる宇宙の光がこの東三河に差した。なんかすごいぞ。その光を浴びた者たちの中である条件を満たした者だけが超能力に目覚めた。条件を満たした者、つまり僕らは選ばれた存在ってことか。助けてくれてありがとう。まずは性行為未経験者であること。え、処女膜あり。童貞と処女ってことか。まあやるのが普通すぎるとやってないのと同じような人も含まれる。まあそういうことだね。テルさん、童貞じゃないだろ。せえ、童貞おやじバレバレだ。違うに、俺のこの輝く股間を見てみに。当たると違うわ。どこが。
そりゃあんたら新車でいいわ。どう羨ましい。それに比べて俺は中古のフェラーリだわ。走行距離が多すぎて中古と呼ばれとるだに。もう一つは街に光が差した数分の間、肉体が性的にエクスタシー状態だったこと。え？何のことか？みゆきちゃん？みゆきちゃんも？おなにね。マク確認。女でもおなるんか？平野。オーナーにして悪いか、わ悪くはない当たり前だろ。あとは本人が能力に気がつき自覚すること。以上の条件を満たした者だけがエスパーとなる。冗談みたいだろ。まあ信じられないのも無理はないが、これが宇宙からのエネルギーを得ようとした研究の成果だ。そして現に秋山君はあの夜に照準を合わせエスパーとなることに成功した。あんたもうなったのか。ヘロ巨乳ソジマク確認。そういえばさっき撮ったアメリカで能力に目覚めた人たちってのはどうなったな。当時ダルースで起こった事実を収めたプラネットウェーブスという文献がある。これはあくまで19世紀のダルースの例として聞いてほしいんだが、エスパーは全員殺されている。殺された？エスパーはエスパーによって殺されたんだ。君たちの他にもこの町にはエスパーがいる。その中には能力を悪用しようとする者たちも出てくる。エスパーは悪に立ち向かう。能力者同士は惹かれ合う。君たちは身の回りに気を配り、何かあったら連絡してほしい。エスパーは平和のために戦う。我々は力を合わせてこの町を守らなければならない。東三河を第二のダルースにしないためにも、うん、みんなヒーローだ、うん、みんなエスパーだよ、うん、君こそがエスパーだ。私の下着どこ？ベランダに干してあります。え、浅見さん？うちの娘がいつもお世話になってるようで。浅見さんが？あの子がかん？うん。あの人うちの娘もこの町で平和に暮らしたいんだ。君の手にかかってる。ヒーローになれ。この町の平和は君たちにかかってる。旗を掲げよう。もうちょっと上。はい、OK。 よしろ。さよなー。次々と教授の言った通り、多くの謎の人物が動き始めていた。私はこれからいろいろしでかす。あの夜、たくさんの童貞と処女がオナニーをしていた。ブチュン。神谷明子、このユリ月もまた。私ちゃおうかや。早く早く。
いいよ、とても。みゆきちゃんも入りんよ。バカバカしいわ。何がエスパーだ。あんたもオナニーしただて、自分のせいだに。はぁ、一緒に PV 撮る前、僕たちチームエスパーだに。平野君も立派なエスパーだ。それにオナニーを恥ずかしがる必要はない。オナニー待ちんよ。でも、がぜんやる気が出てきたじゃんね。この街が全部透けて見える。これからはエスパーとしてこの街のために戦う。もうエロいだけの親父とは言わせんでね。エロいものしか能力発揮できんくせに。こんなこともできるようになったじゃんね。はっ、はっ、はっ、やめり。あんたの体は十分ドエロいぞ。もう思いのままだわ。ブラの色は白。今すぐテレポーテーションし抱きついてやるぞ。山本君、頑張って。一緒に戦いましょう。みんな、エスパーだよ。おお、僕も頑張るでね。頑張るでね。あんな連中とずっとやってくのかや。私どうなっちゃうのかや。私はあいつらと一緒にいたくないに。実物の女、実物の誰でもいい。早く。巻き場を刺して、あ、来た。他に共に手を取り、ララ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 ラ、アヒルさん、ガーガー、ラララララララ、ヤギさんも、めえめえ、渡し船のお姉さん、ちょっとこっちにおいで。お茶でも飲んでいき。っていつも私のこと見てるね。気持ち悪いよ。絶対さやでオナニーしとるに。ちょっと、でもさやのお父さんかっこいいよね。わかんない。わかんない、何それ。あの子、こんなことでいいのかよ。すいません、近くのスナックネリと申します。エスパーさんですか。え、あ、はい。あ、これ持ってきたもんで中の皆さんで。エスパーバンドアンダアンダアンダ豊橋を守るでね。榎本くん、好きよ。一体なんだエスパーって。超能力。わあ、皆さんエスパーの方たちですか。うん、近所でも大評判だに。そうだね。超能力とか使えるのか。もちろんだに。これどうしよう。地元がエロい。見てみに、ほら、片手でもできるに。俺を見るに。ここだに。ここだに。と。ここだに。わあ、これか。どすごいじゃん。エスパーがそんなにいいのか。浅見さん、あなたに会えた奇跡。何が奇跡だ。
デレッとすんのやめりん。ああ、セックスしたいやー。おーおーおーセックスしたいやー。おーセックスがしたいやー。おーセックスがしたいやー。おーセックスしたいやー。おーおーセックスしたいやー。やめろ童貞どもそうだで、ね、セックスがしたいやー。おーセックスがしたいやー。エスパーってこんなのばっかなの。変態。あさみさん！洋次郎！大丈夫。洋次郎！大丈夫だよ、次郎。気にするな。運命の人、あさみさんがきっとそうだに。僕はエスパーとしてもっとあさみさんを守る。僕は夢の中で運命の人のディティールが見えている。それはいつだって断片だ。僕は豊橋のどこかで待ち合わせをしている。向こうで振られる彼女の手、そして近づいてくる彼女の足、そして彼女の手に触れて一緒に走り出し、どこかで手を重ね、そしてキスをする。そんなディティールだけをいつもいつも思い浮かべてるんだ。大きな話ばっかしとる場合じゃない。もっと本気を出さんと。みんなエスパーだよ。君こそがエスパーだ。浅見教授、東三河捜査一課の三井です。新聞記者の太子です。浅見です。こちらは助手の秋山君。どうも。こちらです。大変なんです。え、どういう状況ですか。それが私たちでは何が起こっているのか判断つきませんで、とりあえず現場を見てください。これは本物。見回りの警備員が見つけました。人形です。私のエスパー仲間が通うこの教室にこの挑発。何か特殊なサイン剤が入ってるみたいです。秋山君、一部を採取する。はい。いや、触り方がエッチ。吉郎君が通うこの教室に何かが始まろうとしてる。秋山君、このことは吉郎君たちには内緒だ。もし敵エスパーの仕業だとしたら。そうだな。吉郎君、こんな夜遅くに。いや、何かあった時世界を守るために体力作りをしとこうと思って。そうか。浅見さんのためにも。ありがとう。浅見さん、ありがとう。セックスピストルズは愛を歌わなかった。だけどラブ・オン・ピースを叫んでるような気がした。新聞のトップに乗んなくなったってあの場所じゃ、尊い笑顔も涙も生きている。今もずっと50機の核発電所、年に5000回揺れるレッド。ここで生きてゆく僕らの Blowing in the wind、hey! ごきげんよう集団でそこのお兄ちゃん、舐められてるぜゆとり世代、沈黙をぶっ壊してやろうぜ。へえ、そうやっ
って豊橋の病院で生まれたのか。うん、生まれてすぐ東京引っ越しちゃったんだけどね。そうなのか、豊橋の病院で生まれただね。やっぱり僕と浅見さんは生まれる前に病院で会っとるわ。間違いない、浅見さんは僕の運命の人だね。なら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 、絶対そうだね。ね、また鴨川くんブツブツ言っとる。気持ち悪い。ちょっと病気かもね。帰り道気をつけるんよ。そうそう、最近痴漢が流行っとるでね。ちょっとやめてよ。はい、おはようございます。今日から新しく本校に赴任される先生を紹介するでね。静かにしなさい。騒がんでおとなしく聞くように。どうぞ。アメリカから来られたポルナレフ愛子先生よ。英語を担当されるでね。ポルナレフ愛子です。よろしくお願いします。おお、助教師だって、美人助教師だって。うるさい。ここでは英語を教えますが、もっと大事な。なんだ？今、地球は深刻な状態です。地球人みんなが暗い顔をしている。もっと心にエロスを。この街にエロスの花を咲かせるべきです。皆さんも今日からエロティックになりましょう。制服なんか脱ぎ捨てて水着で登校しましょう。水着。あのポルナレフ先生。しかし重要なことですから。先生も明日からはボンテージか水着で授業しましょう。君も感じてる？エロスを。彼女のことが気になるの？吉郎君。先生。先生なんて言わないで。何ですか？僕の運命の人、浅見沙絵さんか。先生？キスして。You're my destiny. You understand? Destiny よ。Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date.どうでしょうか。今東京の大学にも調査を依頼しているが、この物質は我々の想像をはるかに超えたものだよ。この砂は地球上のどの物質にも当てはまらん。どういうことだ。わからん。ひょっとしてエスパーが関わってるのかもしれん。もしエスパーの仕業だとすれば、我々の脅威になるのは間違いない。何かが動き出しているのは確かだ。私の胸も相当だに。私もあるもんね。見つめるのは秋山君の胸だけだ。おー、やっぱり可愛い女子高生はたまらんや。そんじゃあね、行ってきます。私の可愛い子たち。雨か。次はあの子。
終わったに？うん。やる気出んの？うん。どうしただよっちゃん。うん。今日は性欲ないのか？性欲はもともとあるら。ま、あるけど、性欲はエスパーに。もういかん。僕はしっかりせんと。もうエロいこと禁止。何言っとるだん。はい、おまけ。オナニーしたいや。それでいいだに。おばちゃん、これちょっとずぶ濡れじゃんね。Tシャツ貸して。よいしょ。そら風邪ひいちゃうよ。それ。オッケー。よしろ、みゆきちゃんのこと好きだら。え、違うぜ。もう帰るわ。みゆきちゃんもよしろのこと好きだら。そんなことないわ。何てるとるだ。うるさい。本当に学校に来るのか。仕方ないろ。どうしてもエロ女教師見たいじゃんね。よしろ。どうしただ。何でもないって。みゆきちゃんって勃起したなんて言えんて。私で勃起した？違うって。みんなどすげえエロくないか。よっちゃんが勃起するのも無理だよわ。直下型勃起じゃんね。まだまだね。もっと心にエロスをね。おはよう鴨川くん。ブルネル先生。長野テルビッツ。能力テレキネシス。平野美雪、能力テレパシー。なんで分かったか。ひょっとしてエスパー。
私の能力はメモリーリーディング、人の記憶を読むことができる。みんなに会えて嬉しいわ。みんなおはよう。今日は朝からエロい性教育の勉強するでね。その調子よ先生。勃起してごらん、勃起してごらん。またずりネタになりそう。勃起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 。これは一体エロだよ秋山君。エロが街に蔓延しだしてるんだ。教授、なんだその格好は。あなたエロすぎ。そんなことより急いでください。エロすぎて困っとるんです。どうですか状況は。セクシーコスプレと水着女性数十名が人質とともに立てこもっています。またしてもエロです。犯人の要求は。豊橋市長との会談を要求しています。これ見てください。豊橋にエロスを。あと豊橋の独立を訴えています。エロの独立国家でも作るつもりか。とんでもないことを考えてる。犯人の詳細は。セクシーコスプレをしている以外不明です。犯行グループが何人なのか、所持している武器が何なのか、まだ分かっていません。あと、みんな戸川院もんで、むやみに手出しできなくて。武器は天下といろはか。三井刑事、私が犯人を説得しよう。大丈夫ですか。民間人である私の方が、犯人たちも話を聞き入れやすいだろう。私は大学教授の浅見という者だ。君たちと話がしたい。ちょっと待ってください。我々の陽気を飲むのか。そうだに。待って、なぜこんなことをするの。人間が人間らしく生きるためだに。そうだに。そのために性の解放は必要不可欠じゃんね。そうだに。来たるべきハルマゲドンで生き残るためだ。そうだに。あなたたち誰かから命令を受けているの。ハルマゲドンとは何を指しているの。彼女たちに聞いても無駄だに。彼女たちは私のしもべに過ぎんじゃんね。私たちはこの世界を守るための最終戦争を始めるだに。これまでの騒動もあなたの仕業。あなたエスパーなの。そうだよ、あの夜に私も。教授、あなたはなんでエスパーを集めてこの町を守ろうとするだ。それは君たちのようなエスパーがいるからだ。身勝手で欲にまみれた人間どもに守る価値はあるのか。やめなさい。あんたも散々愚かな人間どもに翻弄され侮辱され続けてきただろ。超能力の研究を散々蔑まれてきただろ。そんな言葉に惑わされはしない。そんな連中死ねばいいと思わないのか。能力を誤った方向に使ってはならないわ。あんた黙っとり。とにかくこの場を収めて。私が警察に掛け合う。決してあなたたちを悪いようにはしないわ。この人の言う通りだ。そうか、話し合っても無駄みたいじゃん。邪魔になるようなら殺すだけだに。みんな裸にしちゃり。教授危ない。ハハハハ。
あの女は？もうどこにもおりません。私はあの女を追ってみます。なんだよね、遅い子じゃん。It's getting strong. I must hurry. 他にもこの町で妙な事件が次々に起こっています。妙な事件？はい、例えば昨日起こった銀行強盗事件。押し入ったのはとってもセクシーな水着姿の女性たちで、カウンターの上で踊るだけ踊って去っていったんです。踊り？はい、ゴーゴーダンス。このご時世にゴーゴーダンスとは。それで盗まれた金額は？それが何も盗んでいないんです。他には？駅前のパチンコ屋 USA の屋上でストリッパーたちがセクシーショー。秋山君、これは間違いなくエスパーの仕業だ。ついにこの真面目、いや世界の脅威となるエスパーが我々の前に現れたんだ。最近痴漢が出るらしいじゃんね。鴨川くんだらあるら。ちょっと覗いてみり。え、行かないで。ちょっとやめなよねえ。やだ怖い、やだ怖い、やだ。ちょっと、浅見沙絵さんだら。はい、浅見教授の娘さんの。そうですけど何か？もう私のもの。敵エスパーだ、バカバカしいわ。あとみんなで団結せんと世界は救えんに。明日みんなで敵エスパー探しするで、ちゃんとおいでよ。帰らないんだ。こんなに遅くなることなんてありませんものね。ひょっとして何かあったんじゃ。どうせなんかエロいことでもしとるじゃないのか。そういえばみゆきちゃんも連絡取れんに。エスパーさん、こんばんは。どうしたの？あさみさんがおらんじゃんね。あさみさん、さっきうちに入っていくの見たんだ。え？なんなんやれ。東三河高校におけるこのいやらしい事件はきっとさらにいやらしいことが起きる前触れである。はあ。
しもし、太子です。この前のことまだかかんどいて。なんかまだ相手を泳がせたいじゃんね。わかったわ。私どうしちゃったのかや。どうかしたのか。え、ムズムズするのか。ええ、どこがだ。いろいろ。いろいろ。なんか最近ムズムズするやん。街が変わりつつある。私もなんかエロいことばっかり頭を駆け巡る。暑いのか。燃える。燃えるのか。おー、下もぐるぐるのか。感じる。感じるのか。やっぱりみゆきちゃんは濃かったな。さやさんもエロい格好してるに。吉郎くん、おはよう。敵のエスパーを探すってどう探すだ。確かになんだか面倒くさいや。でも町が喜ぶことはどう嬉しいじゃんね。そうだな。でも最近ずっと勃起してるもんで疲れやすいわ。確かに最近勃起力が低下してるような気がするわ。俺はいつでもギンギンに勃起しとるでね。勃起勃起うるさいに。捜査に集中できないじゃんね。ほんと取材中だに。街中どうかなっちゃったじゃんね。ほんと取材中だに。おこっち見り。ほんと取材中だに。あれ、あれどうしたの。テルさん、人間の価値はあそこの凄さで決まるわけじゃないわ。ポルナレフ先生、アサミさんにも危険が迫るかもしれん。僕らが頑張らんと。お誰なんこの番号。もしもし、鴨川くん、私サイ、アサミサイなんだけど。どうしただよ、ちゃん。なんでもないって。僕あっち探してくるに。なんだ、どこ行くだ。オナニーでもするのか。ここは、あれ夢で見た運命の場所。ここだ、絶対ここだに。こっちだ、こっちだ、来るならこっちだ、こっちだ。おーい。その手、あ、その足。歌ってる。私よ。あさみさん、ごめんね、急に呼び出して。あ、いや、そんな。どうしたんだ。鴨川くん、お父さんの研究手伝ってくれてるんでしょ。うん、まだ少しだけど。ありがとう。超能力の研究だなんて狂ってるでしょ。いつもみんなにバカにされてきたの。苦労してきただね、浅見さんも。鴨川くんがお父さんの味方で嬉しい。当然じゃんね、浅見さんのお父さんだもんね。鴨川くん、
スだけじゃ嫌なら近くにホテルもある。ホテル？いいんだよ好きにして。抱いて。あさみさんってこんなに積極的だったのか？もっと清純で奥ゆかしいタイプじゃなかったのか？ねえやろうよ、やりまくろうよ。ごめん、まだそんな勇気は。ありがけ。あさみさんが。浅野さん、まるで人が変わったように僕を誘惑してきた。一体どうなっとるだ。説明いい？言う。説明 OK？ All people hello、 もうどうエロい、どう、 why？ どう、 why？ 彼女、あなたの娘じゃないわ。コピーだから。コピー？日本語喋れんのか。コピー、安心して。コピーがあるってことはあなたの娘はちゃんとどっかで生きてる。どうなっとるだ。大丈夫、私の能力はピューリファイ、浄化。人が持つ悪意や憎しみをなくすことができるの。浄化。あなたの娘がラブドールになったってことは浄化すべき心がコピーの肉体にはなかったってこと。東三河高校のラブドールも君の仕業か？そうよ。君は一体何者なんだ？私の名前はジュリー・バブコック、ダルースからやってきたエスパーよ。ダルースの、ダルースのエスパーはみんな死んだはずなんじゃ。エスパー同士が殺し合ったはずでは。ダルースの惨劇でわずかだけど生き残ったの。そしてひっそり暮らしてきた。ジュリーはその子孫ってわけか。子孫でも能力は受け継ぐのか。遺伝子に刷り込まれるのかもしれない。あなたはなんで日本に来たの？この地を第二のダルースにしないためよ。敵はコピーの能力を持ってる。だから早く捕まえないとどんどん増えるわよ。アサミです。ここ数日同じ場所で痴漢被害や行方不明者が続出しています。そこはどこだ？牛川の渡し船です。前々から女子高生を狙った痴漢の被害が続出している場所です。あそこか。何かあるな。はい。え？僕が？女物の制服を着てカツラをかぶればバレんて。なるほど、女装か。だったら俺がしてもいいに。テルさんは親父すぎてすぐバレちゃうり。セクシーに演じきってみせるで。任せときん。吉郎君、サエを守ってくれるはずじゃなかったのか。なんで本当に敵エスパーは引っかかるのか。あいつが犯人よ。やっぱよっちゃんじゃダメだわ。秋山君、見えたかね。八丁通りの公会堂に入りました。よし行こう。
あいつらの方から仕掛けてきた。おそらく神谷が拉致した女の子たちだろう。神谷はこの子たちからコピーを作り出し、豊橋のエロ化を進めさせていたんだ。だもんで浅見さんも人が変わったように、このどこかにサエもいるはずだ。おーい、サエの声だ。えっ、あっ、ちょ、お父さん。サエ、お父さん、お父さん。浅見沙耶が3人？矢部君、沙耶の体を透視して内臓を見るんだ。内臓？いいの？全部空っぽ。さあ全員コピーか。そうだね、私の作ったコピーじゃねえ。吉郎くん、吉郎くん、吉郎くん、吉郎くん。誰にも我々の邪魔はさせんでね。日本って怖い国ね。欲望と悪意に満ちてる。なんだお前は。あの時もお前か。あなたの好きにはさせないよ。仲良くしましょう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 。みんな空っぽ。みんな空っぽ。こっちよ。仲良くしたいに何言っとるな。に上がって。え、はい。吉郎くん、やっと二人になれたわね。先生、こんな時にこんなとこで、ダメだって。ダメだ。くそ。鴨川くん。浅見さん？大丈夫？うん。鴨川くん、助けに来てくれたの。うん。だけど。僕も閉じ込められたみたいなんだ。私たちどうなるんだろう。わからん。鴨川くん。何？私たちこのまま殺されちゃうのかな。なんでこんなことになったんだろう。
でも僕らのせいだよ。別に超能力とか欲しくなかったのに。そうだわ、黙って聞いとればメソメソしやがって。そうよ、みゆきちゃんも閉じ込められてるの。やしら、人の心の声が聞こえても何一つ、何一つ、いいことなかったら。みゆきちゃん、泣いとるの？泣いとるわ。心細い。きっと、誰かが助けに来てくれる。誰か探し出してくれるに。え？浅見さん、その歌。何かも川くん、今なんてもう一回言って。まさか、みゆきちゃん？なんだ、呼んだか。え、みゆきちゃん、その歌。急に頭に浮かんだ、歌わなきゃって。ずっと昔にも歌っとった気がする。僕も知っとるよ、その歌。え？その歌、みゆきちゃんが僕に教えてくれたんだ。僕らがまだ生まれる前、お母さんのお腹の中におった時に。あ、ねえ、聞こえる？聞こえるよ。生まれたらいつかどっかで出会おうって。その時の合図の歌、私たちの合図、やっと見つけたよ。ありがとう、見つけてくれて。待ってたよ。私もずっと待ってた。待たせたね。嬉しい。嬉しいよ。私もすごく嬉しいよ。なんて言ったらいいかわからないくらいに。
で今まで気づかなかったの？え？なんで今まで気づかなかったの？ごめん。いつもいつも思ってたよ。ごめん。いつだっていつだって思ってたよ。ごめん、気づかなくて。好きだよ、ずっと。僕も。ラー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 。許す。ごめん。うん、許す。ありがとう。愛してるよ。私も愛してるよ。ずっと愛してる。私がみゆきに教えたのよ。全部私の記憶。お前の負けだ、神谷。くそ、なんでだ。自分の欲望を満たすために誤った力の使い方をするからだ。それの何が悪いだ。いつも私は虐げられてきただに、誰も私に振り向いてくれんかっただもんで、言うことを聞いてくれるコピーを作る力を神にもらっただに。誰でも悩みあるでね。お前だけじゃないだに。どうだに、バカ人が。教授、とっととやっちまうわい。これで終わりじゃないでね。私がやられてもまだあの方がおるでね。あの方？あの方の下で人類は新世紀を迎えるじゃんね。お前らみたいな腐った連中は滅びるだに。誰なんだそれは。それはポルナレフアイコ。私が教えたのよ、ヨシロ。わかった？私があなたの運命の人。二人ともあなたの運命の人じゃない。私が運命の人。助けて、ヨシロ。鴨川くん、助けて。ヨシロ、ミキちゃん。ポルダレフ先生が黒幕だなんて。リーダー、私何しとったのかよ。空は青い、豊橋は美しい。神はポルダレフに操られてただけなんだ。ポルダレフの能力は人の記憶を読むだけのメモリーリーディングじゃない。やつの本当の能力はメモリーコントロール。記憶の消去、書き換え、他人の記憶の移植、記憶に関する全てを司る恐ろしい能力だ。ポルナレフ先生、あなたが。君の本当の運命の人は私。ミユキちゃんとアサミさんは。残念だけど諦めなさい。ヨシロ君。よっちゃん。あら、もう神谷を倒しちゃったの？ポルナレフ先生、なんでこんなことするだ。地球上に存在する全ての人類を抹殺するため、
人類を滅亡させるってのか？人類がこれまで引き起こしてきた悪行の数々、自然破壊、砂漠化、温暖化、環境汚染、動物植物を絶滅に追いやる。このままでは人類が地球をダメにする。その前に私が人類をダメにする。あ、今日からみんなエロ本にしたでね。エロ本以外買っちゃダメだに。はい、はい。ダメ？ここか？そこか？どこがダメか言ってみり。僕もいやいやいや、おお、愚かで欲にまみれた人間はこの地球にはいらない。いてもいいのは神に選ばれた高等な人間のみ。そしてそれは鴨川芳郎、あなたよ。なんでよっちゃった？俺じゃないのか？私は鴨川芳郎君のことを愛しているの。メモリーコントロールにかからないのは本当に愛した人だけ。今まで出会った人で唯一かからなかったのは鴨川芳郎君、あなただけ。これは本当の愛なの。私と新世界を作りましょう。二人でアダムとイブになってもう一度人類創生から始めるの。人類の滅亡だなんて、ダルースの惨劇よりもひどいことを。グランパに第二のダルースを作ってはいけないって言われてきたんだ。それがダルースの惨劇から生き残った子孫の役目だと。よしジュリー、とっととその状況しよう。浄化してやり。浄化。なぜだ、君の心には悪意はないのか。あるわけない。私の行動は真実の愛そのものなのよ。あなたの今までの人生すべてを奪ってあげる。ジュリー、あなたたちもよ。よし、こうなったら力ずくでいこうまい。よしよし、みんなの記憶を全部消去したわ。もう自分の名前すら覚えていない。そんなひどいことを。鴨川芳郎君、分かって。でも私が本当に愛してるのもあなただけ。運命を超えましょう。こっちへ来なさい。私を抱いてくれれば殺さないであげるから。来なければ殺す。この星の命運は全てあなたにかかっている。吉郎君、我々は団結しなければならない。まずは日本中のエスパーを集めて助けに行かんと。行ったところで
人類滅亡の危機は救えない。今は時間が必要なんだ。見捨てろって言うんですか。君まで失ったら誰が世界を救うんだ。世界って、世界なんか、もうごめんなさい。僕は運命の人と出会うために生まれてきたんだに、その人を助けに行かなくちゃいけないんです。吉郎君、君は我々の希望だ。君に人類の未来を託そう。到着しました。私たちはピュアな子供に戻りましょう。あの頃のように、私とあなたが病院で出会った時、二人誓い合った。断りします。私の能力を見たでしょ。地球人みんなの記憶を私の都合のいいようにも書き換えられる。他の女なんかどうでもいい。私と一緒に。さあ、二人だけの世界へ。僕はオナニストとしていろんな女の子でオナニーしたいだけじゃんね。ポリナリス先生、今すぐあなたをネタにオナニーだってできるだね。やめて。私はおかずじゃない、本命なのよ。あなたでも無駄に、あなたでもできるだね。なぜ抱いてくれないの。僕は本当の運命の人に出会うまでいろんな女の子でオナニーするだね。やめて。Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperateRough winds to shake the darling buds of May, and summer's leaves have hot to show the date. なんだこれ。何やっとるの。なんとも何。吉郎、あんた何
気分。みゆきちゃん、僕守った。ボルナレフ先生に教わったなんて嘘だな。みゆきちゃんが本当の運命の人だな。鴨川くん、勃起。あさみさん変態。あさみさん、私があんたの運命の人は冗談じゃないわ。そんな。よっちゃん、よしろ。吉郎くん。鴨川くん、よしろ。よっちゃん、やったじゃん。よくやったに。さえは。お父さん。ありがとう。もうやっとね。グッジョブ。今日も平和だに。豊橋は無事だに。刑事さん、平和ね。おはよう。おはよう。よしよしよしみたいな。なんかそういうなんか甘えさせてくれる人がいいんだよな。かくして我らがヒーロー鴨川義郎は豊橋を平和に戻した。その夜、彼は安心して夢を見た。母のお腹の中にいた頃の自分を思い出していた。優しそうにお腹をさする母の横顔を見て、母こそが彼にとっての運命の人とも言えるのではないか。彼はそう思った。翌朝、彼は目を覚まして涙を拭い、母親のもとへ駆け寄った。お母さん。ん？愛してるに。どうしただ？愛だの。でね、素人ナンパシリーズね。素人の演技じゃないでね、相手のリアリティが半端なくて、もうあそこもビンビンだでね。今日帰りうちにおいで、見せてやるで。吉郎の周りで全ての女性が彼に歌を歌い、アプローチを始めた。
彼にはなぜだかわからなかった。あの日、あの病院でいつか会う運命の人と約束をしたはずだ。あの女の人はたった一人しかいないはずなのに、なぜみんなが歌うのか。実はあの路面電車の中では続きがあった。次の駅で停車した時にそれは起きた。何ヶ月ですか？8ヶ月です。じゃあ私と同じですね。 あなたもねえ、聞こえる？聞こえるよ。角の本屋の中本です。あなたも？スマートボールの田中です。あなたもねえ、私は？私の声は？ずるい。私もよ。私もみんなみんな僕の女の子だに待っててよ。私もこの宇宙の片隅に、そしてこの地球の片隅に、そしてさらにこの日本の片隅に、東三河の片隅に、そしてさらにその片隅で、我らがヒーロー鴨川義郎君は今日もオナニーに励む。我らがヒーローは結局のところ振り出しに戻る。相棒、準備はいいか？いろいろな女性を思いつつ、誰？結局はあの時のことを考える。誰？かくして世界の平和は守られた。
したらイライラ感情湧くこともあるよね。誰か助けて、yeah, yeah, yeah. 駅から10分電車から降りそわそわするさ。電子柱の剥がれかけた髪のような気分さ。その歌のから今夜星たちよ僕にチャンスを。Oh